んにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲の世界を伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。はい、今回はね、昨日に続きましてこの1993年の初場所展望号の中からね、何か話題を拾っていきたいなと思ってるんですけども、部屋別の話題のところを見てますとね、この時ね、あの大師さん、今こうジンクとか歌ってテレビにもね、相撲の話題の時には出てますよ ね、 活躍なさってるんですけど、大師さんがね、新十両っていうような、そういうような時だったんですけどもね、まあ、新十両の大師は中学時代生徒会長を務めたというようなことを書いてるんですね。体がでかいところを見込まれたんですかねって先生に言われて立候補したんです。立派ですよね。それで大勢の前で挨拶をしたり、いい経験になったそうだ。そして人前で歌を歌ったりとかする時の、もう今に繋がってるんじゃないんですかね。そう、もうでまた先生、声がいいのも見抜いてたんじゃないですか。そうですね、やっぱり声がいい、声が、ね、通る声っていうかね、声っていうのがね、壇上に上がっても、そうなんですね。それとね、あと他にですね、港部屋のところに港富士さんのことが書いてあるんですけどもね、はいはい、港富士さんがレーザーディスクに出演っていう、こういう話題が、知らないですよね。ちょっと読んでみますとね、男の土俵という曲をご存知だろうか。村田秀夫さんの歌だと思います。そうですか、はい。それの、まあ、ちょうどね、こうレーザーディスクなんかがバーッと出てきた時代ですかね、こうプロモーションのほら、なんかあったりするのかもわからないんですけども、ある会社のレーザーカラオケになんと港富士が登場しているのだ、まだ入門したてのザンバラ髪の頃で、そんな時代の映像が出てるんですか。ちょっと見ただけではわからないかもしれないが、紛れもなく本人。撮影する方も港富士っていうイメージじゃなくて、相撲っていうイメージで取り入ったんでしょうね。だから、まあ、港富士さんが後にこう関取になって今では親方になるなんて思って取ってたんではなくって、その相撲の風景、まあ、のだからね、我々あの武蔵川部屋でいても、撮影クルーが来るんですよ、はいはいはい。で、あのマネージャーとかに、はい、今の一体何のクルーって言ったら、はい、外国の映像に使いたいからっていう、まあ日本文化を紹介する、そういう、そうだから例えばあのエジプトとか、うん、そういうところで日本の文化とか言って、うん、紹介される相撲の画像で流れるんでしょうね。ひょっとしたら松本幸さんの姿もどっかアメリカの映像にあるかもしれないですね。かもしれないですね。そうですかね、港富士は知ってるんですかね。どうですかね、まあ、男の土俵、相撲の歌なの。例えば飲み会とかに行った時に、うん、講演者の方が、うん、最後にちょっと締めで歌ってくれよとかいうことが多いんでね、うん、見てるのかもしれないですよって言ったら、誰だ誰だ誰だってやっぱり気になるじゃないですか。そうですね、やっぱり力士が映ってたら、まあ、今でもそうですよね、もし力士が映ってたら誰かなって、あのテレビの CM とかでもちょこっと映っただけでも、あ、タレントさんがやってるなかとか、気になりますよやっぱり、お相撲さんっていう、あの画像が出ると。そうですね、はい。ですか、まあ、それでね、一方でね、これ今度は水戸泉さんのことなんですけども、はい、巡業中水戸泉が淡い緑色の上下揃いのジャージを着てくつろいでいた、うん、講演者の人に作ってもらって10着ぐらいあるんですっていうことで、ね、ジャージを着てということで、まあ、あのもちろんね、水戸泉さん大きいんで、もう既製服では間に合わないからこうして作ってもらったっていうことなんですけどもね、武蔵川部屋でも何かあの作って揃いで作ってもらったとか、あの東京とかで、あの1980年代とかに、はい、あのセーラーズってセーラーさんの服の、あのブランドがあったんですけども、はいはい、それをねみんなで作りました。いろんな色でね、トレーナーとジャージセットみたいなやつを、いろんな色でっていうのは自分の好きな色を選んだりしたんですか。そうです、いろいろ組み合わせていろいろありました。僕は、あの黒の、でこうセーラーさんの方絵が描いたやつだって、ピンクの人もいれば赤の人もいれば、みんなでこう、あ、そうです、はい、まあでもね、いろんな色がいたらまた楽しいですね。そうですね、まあ結構終わった後ね、それを着て部屋でくつろぐためにみんなで作った覚えがあります、そうです、はい。あとね、トレーニングジムが下にあったんですけども、はいはいはい、これね、トレーニング、それをするためにね、はい、親方がみんなね、はい、あの靴をね作ってくれました。そういうトレーニングシューズみたいな、ね、これはもうあのメーカーの人が測りに来て、
あつらいですか。あつらいでね、一人3足ぐらい作ってもらいましたよ、軽いやつと、普通のやつと、はい、もう一つこう持ち上げるときにちょっと重りが入ってるっていう重いようなやつに、そうですね、3足ぐらいをねまとめて作ってくれて、その、足の肩取って、それはね、皆さん足も大きいし、また甲が高い人、幅が広い人、いろいろいますね。そうですね、でかい人の靴はそうなんでしょうけども、やめた後に気づいたのが、毎日セット履いてたんで、横広いんですよ、靴でこうちっちゃいとか押されないんでね、ビャッとこういうの履くんでね、だからね、靴履き出した時にはね、足がこういうふうに詰まって親指巻き爪になりましたよ。はい、そうなんですね、はい、やっぱりね、こう普段はこう下駄とかセッタとか履いてるんだけども、ね、だからこそこう靴をちゃんとあつらえないと、無理しても足に良くないっていうのがあるんですよね。やっぱりこうしっかりしたトレーニングをするのには、草履とかね、裸足では無理なんで、なんか落ちたりしたら危ないんでね、靴を履いてやるんですけども、我々がやめた後でも、今度はなんかこう関取になったからね、武双山さんがね、みんなに作って、配って、みんな履いたみたいです。はい、わかりました。ということでね、この、93年の夏場所展望後、まだ松本さんも現役で、どれぐらいですかね、私は幕下にいましたかね。もう武双山さんがね、こう重量に上がるっていうような時ですのでね、ですから、まあ、幕下ぐらいですか、そうですね、はい、はい、ということで、またね、こういう古い相撲の方も話題にしたいと思っておりますし、皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。本日もありがとうございました。また明日。さよなら。